列を置き、その日、ヤロボアムは心に思った。今、王国は再びダビデの家のものになりそうだ。この民が生贄を捧げるためにエルサレムの主の神殿に登るなら、この民の心は再び彼らの主君、ユダの王レハブアムに向かい、彼らは私を殺してユダの王レハブアムのもとに帰ってしまうだろう。彼はよく考えた上で、金の格子を2体作り、人々に言った。あなたたちは、もはやエルサレムに登る必要はない。見よ、イスラエルよ。これがあなたをエジプトから導き登ったあなたの神である。彼は1体をベテルに、もう1体をダンに置いた。このことは罪の源となった。民はその一体の格子を礼拝するためダンまで行った。彼はまた聖なる高台に神殿を設け、レビ人でない民の中から一部のものを祭司に任じた。ヤロボアムはユダにある祭りに倣って第8の月の15日に祭りを執り行い、自ら祭壇に登った。ベテルでこのように行って、彼は自分の作った子牛に生贄を捧げ、自分の作った聖なる高台のための祭司をベテルに立てた。この出来事の後も、ヤロブアムは悪の道を離れて立ち返ることがなく、繰り返し民の中から一部のものを聖なる高台の祭司に任じた。死亡する者は誰でも性別して聖なる高台の祭司にした。ここにヤロブアムの家の罪があり、その家は地の表から滅ぼし去られることとなった。神の御言葉。神の業を思い起こそう。力ある不思議な業。彼らは神の契約を守らず、教えに従って歩もうとせず、神の行われた業と示された不思議な業を忘れ去った。神の業を思い起こそう。力ある不思議な業。それでも彼らは罪を犯し、不思議な業を信じようとしなかった。彼らの日々は吹き消され、その命はにわかに耐えた。神の業を思い起こそう。力ある不思議な業。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。人はパンだけではなく、神の言葉によって生きている。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。マルコによる福音。その頃、また群衆が大勢いて、
何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ。もう三日も私と一緒にいるのに食べ物がない。空腹のまま家に帰らせると途中で疲れ切ってしまうだろう。中には遠くから来ている者もいる。弟子たちは答えた。こんな人里離れたところで一体どこからパンを手に入れてこれだけの人に十分食べさせることができるでしょうか。イエスがパンはいくつあるかとお尋ねになると弟子たちは七つありますと言った。そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ、七つのパンを取り、感謝の祈りを唱えてこれを裂き、人々に配るようにと弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。また小さい魚が少しあったので賛美の祈りを唱えてそれも配るようにと言われた。人々は食べて満腹したが、残ったパンのくずを集めると七かごになった。およそ4000人の人がいた。イエスは彼らを解散させられた。それからすぐに弟子たちと共に船に乗ってダルマヌタの地方に行かれた。主の御言葉。